がですね、2020年、シロミンがですね、こうやって、レンタカー改装でですね、全国いろんなとこ回ってるわけじゃないですか。でですね、食べた料理の中で美味しかったものを3つちょっと皆さんにご紹介できればと思っております。それでは参ります。第3位は、3位はですね、長野県のですね、東屋と呼んだらいいんかな、多分思ってると思いますけど、で食べたですね、長野のお蕎麦ですね。はい、まあ、長野県のお蕎麦は信州蕎麦はですね、全般的に美味しくてですね、松本駅の上の飯田屋さんのビデオを流したんで、今回の紹介するですね、東屋さんのですね、お蕎麦のビデオを作り忘れてるみたいな感じでしたですね、ご紹介できてなかったんですが、ここのお蕎麦がめちゃめちゃ美味しかったですね。はい、のど越し最高っていう感じですよね。やっぱり冷たいお蕎麦がいいですね。はい、ということでですね、もし皆さん長野県に行かれることがあれば、ぜひ立ち寄ってみてください。はい、それでは第2位です。第2位はですね、京都府のですね、亀岡にある大黒バーガーさんですね。はい、ここのですね、これをビデオにしたんですよね。ここの本当にパテとですね、お肉がですね、すごいジューシーで、バンズがやっぱりあれなんですかね、なんか特別なことやってるのかなと思うんですが、やっぱりね、すごい美味しかったですね。食レポ下手すぎって感じですけど、本当ですね、亀岡の駅から10分ぐらいですかね、歩いていけるというような感じでございます。もしあそこの J リーグのですね、パープルサンガさんの本拠地が亀岡に移ったみたいなので、J リーグ行かれる方はですね、ぜひ立ち寄っていただければすごい感動するんじゃないかなと思います。はい、ということで、美味しかったもの第2位は、亀岡にある大福バーガーさんでございました。海藻飯で美味しかった第1位は、大分県の大分駅かな、大分駅で買った鶏天ぷら、そうそう、鶏の天ぷら弁当ですね。はい、なかなかね、唐揚げはよく食べると思いますけど、皆さんも鶏のね、天ぷらってやっぱりちょっと珍しい、僕も初めてちゃうかな、食べたのはと思うんですけど、これがですね、おそらく値段が300円ぐらいで、すごい安いのもあるんですけど、本当にね、外がね、サクサクの衣でですね、なんかジューシーな鶏というような感じですね、やっぱ感動しましたね。さすが大分県っていう感じですね。大分県のですね、はい、鶏はなかなか感動もんでございました。弁当でですね、駅で買ったやつなんですけど、そんなにまあ期待はしてなかったんですけど、これめちゃめちゃうまかったですね。はい、もし大分行かれる方、機会がございましたらですね、ぜひ、鶏の唐揚げ、とかですね、もういいですけど、鶏の天ぷらを一回食べてみていただければと思います。はい、その他にもですね、広島のお好みとかですね、山口県の瓦そばとかですね、はい、美味しいもいっぱい食べました。去年も今年もいっぱい美味しいもの食べようと思っております。はい、このチャンネルでもですね、全国の美味しいものをですね、いろいろと紹介していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録
よろしくお願いします。はい、それではまた違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。